ラジオお好きですか？そんな詳しくはないんですけれども、はい、特定のラジオを、ね、聞いてました。自分で、まあ、地元の FM 局で募集してるのを見て、まあ、郵送してくださいっていうね、資料郵送してくださいっていう募集要項だったんですけれども、はい、自分でボイスサンプルを持ってのこのこと出かけてみました。ちょうどその時に局長とあとその編成部長が会議中で、はい、なかなかそんな機会はないんですけれども、そこに遭遇しまして、その場でボイスサンプルを聞いていただいて、で、まあ縁があったら声をかけさせてもらいますって言って終わって、もうすっかりその後は日が経ってね、忘れてたんですけれども、また改編時期になった時に連絡がありまして、オーディションを受けに来てくださいっていうことで、まあラジオ局に出かけていって、お題を出していただいて、全然ラジオなんかやったことないんですけれどもね、そのお題についてちょろっと喋って、じゃあ決まりですって言われて、その時初めて番組を言われたのが、昼の5時間生放送番組だったんですね。ものすごくでかい気がするんですけど、よくそんなやったことのない人にパーソナリティを任せてくれるなんて、ちょっと私もびっくりしました。ラジオはどうしてやってみたかったんですかね？深夜放送が好きだったのと、なんだろう、音楽を紹介 し,、ね、したかったりとか、うんうんうん、あとやっぱり昔放送委員だったのもありますし、なんかその職業になるとは思わなかったんですけれども、やってみたい、なんかリスナーさんとつながってみたいって思いました。まあ5時間やってみて、どうだったでしょうか？大変でした。本当に初めての時にディレクターにね、やっぱり全然経験がないのでっていうのを言ってたんですけれども、はい、オープニングトークが終わった瞬間にプチってね、CM に入った途端に、本当にできないんですねまじまじと言われましたね。一番最初の放送が終わった瞬間にディレクターが点数をつけてくださって、100点中ですが5点。テーマを決めて、そのテーマについてリスナーさんからね、お便りを募集しながらやっていくわけなんですけれども、どうもね、そのテーマがね、あまりよろしくないんじゃないかって、終わるたんびに反省会をしながらね、スタッフと言ってて、ある日飲みながら、どんなテーマがいいかねっていう話してて、その飲みのノリで、理想のパンツっていうのはどうかしらっていう話になって、はい、翌日昼間の真っ昼間からね、その理想のパンツについて、まあ、皆さんからいろいろ送ってもらって、ずっとパンツの話ばっかりしてたんですね。男女関係なくパンツ。そうですね、男女関係なく理想のパンツ、あなたにとって理想のパンツはどうでしょうみたいな、私こういう話題が好きなんですけどさすがに怒られましたラジオってテレビよりも、ね、緩やかで、まあ、放送禁止用語はあるにせよ、ちょっといいんじゃないかなって、ちょっと思い込んでた部分があって、下ネタのつもりではないんですよ。芸術の話の一環で女性器の話とかをしてしまった時にまたもう一回怒られて、大変なことにちょっとなったりしました。声の仕事するにあたって、ラジオもまだ特殊ですけども、どういったスキルが必要でしょうか？大人数に喋りかけるのとは違った、あなただけに寄り添って語るっていう、また違ったトークスキルであったり、好奇心でいろんなネタを仕入れて、それを楽しく伝えるっていう、なんかスキルが必要なのかなっていうふうに思ってます。声優とかナレーションっていうのは、呼ばれて成立する仕事ですよね。すると、ラジオの仕事っていうのは、どっちかというと自分から発信していくというイメージが強いということですか？そうですね。そして今までは原稿があるものを読むっていう仕事だったんですが、そうではなくなった、あと自分の思いとかも発信するっていうところが随分違うなと。ただ、私が今の仕事に
なんかこうする中で非常に大きく影響を与えている部分だったり心の支えになっている部分だったりもするので大きなきっかけだったなっていうふうには思います。どういう影響ですか？聞いてくれる人の反応がダイレクトに伝わってくる、リスナーさんとつながれる、リスナーさんといまだにもうラジオが終わってもいまだにつながってる部分もありますし、応援してくれる人がいるっていうことを実感できたっていう心の支えの部分ですかね。